はいどうもー、はい、楽しい食事の時間ですよ。今日はね、いや、はい、こちらでございます。もう何のこっちゃわかんないでしょ、これ。何のこっちゃわかんないでしょ、これ。何かと言いますと、鶏肉味噌漬け、鶏肉味噌漬け焼きでございます。鶏肉の味噌漬けにどんな味付けにしてやったのかっていうのは、ちょっと待ってください。食べながら行きます。はい、いただきます。はい、その前に本日はこちらでございます。ハイボール、鶏ハイボール濃いめでございます。どんな味付けをしたかっていうのはね、少々お待ちください。はい、乾杯、いただきます。ああ、美味しいね。美味しいんだけど、これ酔っ払うんだよな。改めましていただきます。酒、味噌、この味噌はアンマーから送ってきたやつです。ジップロックに入れて送ってきたやつ。誰がくれたのか、誰が作ってくれたのかっていうのを聞いたような聞いてないような。で、3時間ほど前にメッセージ的なものを送って、誰からだっけって聞いたんだけど、返信来てません。なので、分からずじまい、分からないまんまでスタートしております。その島から送ってきた味噌、そしてなんだっけ、そうで、酒入れてみりんも少々入れましたという鶏肉です。いただきますこれ楽しみだね。まずこの鶏本体行く前にエキスと米、キャベツ、エキスキャベツからいこうか。いただきます。うん、これはすごいわ。うん、おいしい。こりゃいいぞ。キャベツがよく合う。で、周りは人参、オクラ、ピーマンです。火加減は最高。これぐらい最高です。うん、やっぱりこれはキャベツついて大正解。うん、オクラもいいね。オクラのこの食感というか、この食感の後の食感よ。からパンぬるぬるトゥルントリントリンピョリンみたいな、このオクラのこれは、うん、あ、今日は素晴らしいぞ。今日俺、米は米、もちきび、もち米です。混ざっております。これすごいな。ちょっと待って。これ鶏なしで。エキスと野菜だけで。これ下全部いっちゃうぞ、これ。下これ全部いっちゃうぞ、これ。やばいな、こりゃ。おく、半分で丼いっぱいの強さだわ。
強力だな。強力だな。強力若元って何の薬でしたっけ。成長剤ん、何だっけ、何の薬だっけ。強力若元、きっと中元って名字の人は小学生中学生ぐらいの時に強力、強力中元って言われたりしてたんじゃないでしょうか。そういうこともあるんじゃないでしょうか。8割は中元さんの8割は強力若元と、あ、中元だ。わけわからなくなった。いや、しかしこれは美味しいわ。よくできた。1日つけたかな。1日だ。丸24時間ほど、まあ、つけすぎじゃないかって人は言うかもしれないけど、昨晩つけて今晩ですから、もうちょうどいいんじゃないですか。これは僕にとってはちょうどいいんじゃない。これこう焼きながら思ったんだけど、これ初めて見たのよ。まずこっちね、ちょっとこれ味噌じゃないっていうのをこうやって取って、取ってね、これもも肉なんですけど、このピロンって出てるのがあるわけ。ピロンって出てるのが、あれなんだろうな、見たことないなと思ったんだけど、こっちにもこれ筋的な、ほらこれピロンって出てるわけ。これこっち、こっちが、これがそれぞれぞれぞれ、これなんだろうな、まあ筋なんでしょうけど、こんな勇ましく堂々と、正々堂々と何も気にしないみたいな、自己主張してるっていうか、僕はここに立っているよ、僕はここにいるんだよ的な感じのものがビョン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 出てきたの、僕は初めて見たもんですから、まあ筋なんでしょうけど、逆に言えばなんでいつもは見ないんだと。もも肉結構食べてますよ僕。木島くんは食べてますけど、こんな二人揃ってビョンビョコビョンビョコなんてのは初めて見たもんだからさ、あ、珍しいな、力あるなと思いながら焼いてました。弱火で、時間かけて、あんま強いともうすぐ焦げちゃいますからね、これ味噌は特に。ああ酔っ払ってきた、酔っ払ってきたな。人参な、そろそろホーナーインスパイアやらんとな、そろそろ。年内中にはね、ホーナーインスパイア一発入れときたいですね。やっときたいな、食べたいな。勝手にインスパイア、
本物食べたいよ、それはもちろん。本物。でももう食べられないから。うん。残念だからね。いやでも本当に酔っ払うの早くなったな。濃いめとはいえですよ。まあ一人で飲んでるからってのもあるんでしょうけどね。これがこの誰かとこれ胸がたい話しながらとか。緊張する緊張するなっていう人とか、この人絶対酔っ払うから最後面倒見んとの面倒見るって言ったらおかしいけど、どうなるかこっちがちゃんとしとかないといけんなっていう時とか、なんだろうな、酔わないかと飲んでるとかだったらまた違うんでしょうけど、いやしかしそれにしても酔っ払うわ。でもこれまた花粉の季節がやってきますよ。まあ年中大変な人はもう年中大変だっつうけどね、いろんな花粉がもう年中飛んでるから、ごめんなさい嘘かもしんない、年中じゃないのかもしんないけど、いやでも年中って聞いたことあるな、間違ってさせちゃ、おお肉汁なのか脂なのか溢れ出てきた。黙ってても時間は流れていって、冬が終わって春夏秋冬ってなっていくわけですよ。僕は花粉症のつもりなんか全くないですよ、全くないんですけど、その時期になるとそうなるってだけで、その時期になるとそうなってくるってだけでさ、そんなつもりは全くないけど、今年、去年か4月、3月か輸論に帰ってたのは、あ、3月だね、最高だった。うんと最高だった。今年の、今年のもちろん夏も最高ですよ。夏も最高だけど、2月3月4月の世論が最高だね。うんと最高だったな。だいぶ収まったし。収まってたし、また帰ってきてからしばらく調子がいいんだな。それが不思議なことに、うんうん、なぜか素がいいんだ。ピーマンでオクラを巻いた。人生初かもしれない。美味しかった。
木島歩き40歳冬初めてピーマンでオクラを巻いて食べた冬半袖 T シャツで過ごす冬です。ビョーン、ビョーン、ビョーン、ビョーン。今この時間、時の流れを表してみました。時間がどんだけ早く流れるかっていうのを。表してみたあれです、うん、僕なりの表現です今頭に浮かんで話しようかなと思ったことはあえて飲み込ませていただきます1979年昭和54年5月の8日生まれ木島歩きです今日も絶好調ですおかげさまで絶好調です。ミシークトトラシ。本当にありがとうございます。ぴょこぴょーんってなってるでしょぴょーんってすごいねうんそのエネルギーを今まさに木島が木島の体内に取り入れた取り込んだそして一体化したわけでございます。令和元年満40歳になりました。木島歩きでございます。ミシークトトラシ。ありがとうございます。40歳か。40年しか経ってないのにもう40年も経ったのか本当にたった40年しか経ってないもう40年も経ったのかびっくりするねびっくりするあっ
鶏胸肉、味噌漬け、島から送ってきた味噌、そして酒、日本酒、酒、みりん、ちょっとだったかな、大体量の味噌漬けにしたやつね。で野菜たち、あ、もう失礼に当たるかもしれないからもう一回言う、全部ピーマン、ミンジヌ、オクラ、で下キャベツ、 もち米、もちきび入りの米、大体つだね。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃどう。